案内役のアミカです。今回は、尖閣部隊、現在の大型巡視船までの道のりを詳しく見ていきますね。海峡局の武器使用に漁船だったのにと考えてしまいます。海上保安庁の方々に、いつも感謝しています。ありがとうございます。2021年11月17日から18日にかけて、中国海軍所属の艦艇が、鹿児島県の屋久島の南方の日本の接続水域から、領海へと侵犯する航行を行った模様だと、防衛省が発表し、警戒を強めざるを得ない状態となっている。中国の艦艇、船舶によるこうした領海侵犯事例は、近年、特に、尖閣諸島周辺海域において多発していることもあり、日本側からしても耳慣れてしまっているかもしれないが、今回は対象となる艦艇、船舶の所属元が異なる。近年、尖閣諸島周辺海域において領海侵犯を繰り返しているのは、中国海警局に属する船舶であり、ひとまず、これは日本でいうところの海上保安庁を、もう少し軍隊寄りにしたような武装警察令下の組織である。実態は、ほとんど軍隊寄りとはいえ、中国海警局は、建前上は、警察機構に連なるものとされており、本当の軍隊である、中国人民解放軍の海軍とは別物であり、中国海軍の艦艇が、領海侵犯を行った回数は、決して多くはない。防衛省が、中国海軍艦艇による日本への領海侵犯を公表したのは今回で4度目であり、遡れば1度目が2004年11月、2度目が2016年6月、3度目が2017年7月と、ここから実に4年ぶりの事態であり、その狙いが注視されている。今回領海侵犯を犯したと、おぼしき艦艇は水上戦闘艦ではないが、中国海軍所属の主艦級測量艦と目されており、17日の夜に海上自衛隊の P1 哨戒機が発見、翌日未明に白地の選ぶ島の西方の接続水域を西方面に進んでいたという。防衛省では、この主艦級測量艦の航行ルートから、日本の領海への侵犯行為が生じたと見ているが、無論、故意に、この航行ルートを選択したと、推察しており、その意図や目的については、鋭意解析中という状態のようだ。領海侵犯そものもについては、国際連合の海洋条約法に照らしても、発生が、即、その国の主権を犯すことを意味せず、明らかな、軍事的、経済的な意図を伴わない場合には、無害通行権を行使した航行が認められる可能性はある。このため、防衛省では、前述のように、4年ぶりとなった中国海軍艦艇による、領海侵犯行為、今回の主艦級測量艦の目的が、何だったのかを解析するというが、個人的には、情報収集を兼ねた、挑発行為に思えてならない。4年前の3度目の場合は、中国海軍の情報収集専用の艦艇が、津軽海峡を航行中に、北海道側の真崎町の沖合で、領海侵犯に及んでおり、期せずして、日本の北方と南方で、同じような非水上戦闘艦艇が似たような事象を起こしたと言える。2021年11月12日には、かねてより建造中であった、黎明型の大型巡視船、朝月が、海上保安庁の第11管区海上保安本部の尖閣諸島周辺海域を管轄とする、石垣海上保安部への就役が発表されたばかりである。近年では、すっかり、中国海警局の船舶による、侵犯行為が日常化してしまっている感のある、尖閣諸島周辺海域だが、これが激化してきたのは、やはり、2012年9月に、日本政府が、尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島を国有化して以後だ。これは、それまで、民間の個人が所有していた尖閣諸島の魚釣島、
北小島、南小島の3島を、およそ20億円強の費用で、日本政府が買い取り、国有化、正式な所有権を得たもので、当時の日本の野田政権が実現させたものである。今現在では、当時の与党、自民党から政権を奪取したものの、数々の問題から、批判的な評価が多数に上る旧民主党政権だが、尖閣諸島の問題においては、国有化という大きな政治判断を下しており、少しキーな感じもしなくもない。しかし、尖閣諸島の国有化は、2008年末に中国が行った2隻の調査船での同海域への領海侵犯の強行と、翌2010年9月に同海域で発生した海上保安庁の巡視船与那国及び水木への中国漁船の衝突に端を発している。ことに後者の海上保安庁の巡視船への中国漁船の衝突事件は、当時これに乗務していた海上保安官個人が匿名で YouTube 上にその時の様子を収めた動画を無断で投稿し、日本だけでなく広く世界に拡散されたことは記憶に新しい。現職の海上保安官個人が匿名で YouTube 上に動画を無断で投稿するという行為は、当然組織の機密保持の上からも容認できるものではないが、中国の漁船が同国のプロパガンダに乗っ取り、極めて危険な行動を行っている実態は明らかとなった。こうした事態を受けて、当時の石原東京都知事が、尖閣諸島を東京都に編入するとして、その買収資金を調達するための募金活動を展開、いささか、スタンドプレーな側面も指摘されたが、以後の国有化の布石とはなった。ここで興味深いのは、東京都の動きが加速した、2012年6月、当時の丹羽駐中大使が、外国紙のフィナンシャルタイムズの取材に対し、この状況は、日中両国の関係に重大な危機となると述べた点で、この中国寄りの発言は物議を醸かもす。同氏は、東京都が尖閣諸島の購入を行うことに賛同する世論が多いことに対しても、これを露骨に非難する旨の発言を行っており、東京都から国へと購入の主体が移り変わる過程で非難が相次ぎ、中中大使から更迭されている。この当時の丹羽駐中大使の一件は、日本国の政府職員が明らかに中国政府の立場を弁護するかのような思想、心情を有していることを白日の下にさらし、逆に現職海上保安官が匿名で YouTube に動画の無断投稿を行ったことが称賛される空気も生んだ。これ以後、中国側は今日まで続く尖閣諸島周辺海域への船舶の頻繁な侵入行為を激化させており、先頭に立つ中国海警局は、体制を強化し、ほぼ4隻を、一組として、継続的に圧力を加え続ける戦術を常態化させるに至っている。こうした中国海警局の船舶に対し、同海域を管轄している海上保安庁の第11管区海上保安本部では、専従の警備体制の構築を進め、ヘリコプター1機搭載型の3000トン級津軽型巡視船2隻、1000トン級の国が、2型巡視船10隻を配備した。この巡視船12隻による、尖閣諸島周辺海域の専従の警備体制の構築は、一旦、2016年2月末に整うこととなったが、同年10月には、組織を格上げした宮古島海上保安部へ改組、2019年3月には、小型の下、地型巡視船9隻による、漁船対応も強化している。さらに、2020年3月までに、フランスの脱走者製のファルコン 2000LXS ジェット機を調達して、航空監視能力の強化にも努めており、これにより、洋上、上空を、含
み尖閣諸島周辺海域の24時間の監視体制を構築するに至った。それでも、これらが対峙する中国海警局の1000トン超級の船舶は、2012年9月の尖閣諸島の国有化時には、およそ40隻ほどだったものが、2019年には、すでに130隻以上にも増加しており、海上保安庁の増加ペースを、完全に凌駕している。中国海警局の1000トン超級の船舶数の増強は、そのまま、尖閣諸島周辺海域への長期間の滞在を意味するため、海上保安庁側も、今回れ、異名型の大型巡視船で、約7300トンもの、浅月を追加投入したと言えるだろう。